実務者研修ですが、これは特定技能の方々は必ず国家試験を受ける前に終了しなくてはいけないコースになっております。一般的には最初に3、4ヶ月宿題があります。添削課題です。で、その後に大体週1回 全部で7日から8日ぐらいこれは学校によって違いますけれどもスクーリングがあります介護家庭3というのと医療的ケアがありますでこの宿題が膨大なんですね本来カリキュラム実務者研修はこの450時間プラス医療的ケアなんですけどもそのうちの9割の405時間分が 添削課題に置き換えられているのが標準の学校になっております。でこれはですねここにこう科目があるんですけども、えー、人間の尊厳と自立からずっと最後医療的ケアまで、えー、まさに介護福祉士の国家試験の科目と一緒なんですね。そして宿題どこを 勉強すするかですけどもここに虫かくっていう、まあ、特定技能の方々ここですよねあと日本にいる外国人の方でもう初任者研修とかヘルパー2級持ってる方についてはこの科目のうちこの白抜きのところが免除されてるとそういう仕組みになってますでこれを私どもが宿題のサポートをしてるんですけどもこのように えー、リンクを貼ったページがありましてですね最初の科目「人間の尊厳と自立からずっと全部で573問標準の問題宿題がありますこれを学校が採用してるんですね、まあ、学校によっては、えー、このうちの一部を省いてるところもありますが573問の標準問題がベースになっております でこのような教科書を使っていくんですけどもここはあの日本医療企画のテキストを使っている学校になりましてそこのみ私ども今サポートしておりますでこれは日本人向けの学校なので教科書も基本的には振り仮名を振ってないんですねでこの添削課題という宿題も、えー、振り仮名は振っておりません えー、そのためにですね、えー、私どもは、添削問題にすべてひらがなをつけてあげてるんですね、ひらがな付き、ルビ付きの添削問題をですね、えー、自由にダウンロードして、えー、印刷して、活用できるようにしております。 例えばこんな感じですね、えー。例えば医療的ケアの添削課題。まあ本来はこう、振り仮名振ってないんですけども、私どもの方で振り仮名を全部つけてあげます。で、これを生徒さんが、えー、ダウンロードして、この振り仮名付きを見ながらこう読んで答えを選んでいくんですね。で、ここでこう、ご覧になったら分かるんですけども、 5つの中から1つを選ぶという、これ国家試験と同じ形式なんです。そのためにですね、えー、この573問をすべて家で宿題すると、本当の国家試験の時のこの試験の練習になるんですね。問題を振り仮名付きで読んで,で、5つある中から1つを選ぶという。 そういう形式全く一緒です。で読んでいくと当然あの漢字の勉強にもなります。日本語のね、えー、表現の問題、あのー、勉強にもなりますよね。はいこういう問題を用意してあげております。まあ簡単ですけどもこのようにこうじゃあ自分の宿題のところを選んで勉強するんですが えー、例えば医療的ケアまで行きまして、この20の7番の問題、これクリックすると、勉強するページに移るんです。クリックしますね。そうすると、Facebook のこの20の7のビデオのページに移ります。ここは専用のページになっています。実務者研修の宿題サポートというページでして、 まあここでこう普通にビデオを見るわけですね。YouTube と一緒ですよね。問題これ拡大して。もちろん全画面も。このように読み上げてます。外国人の方がこれ見ながら理解しやすいように全て読み上げております。選びなさい。 高齢者の痰の吸いね鼻から鼻から息このようにですね、えー、いろんな他のテキストを使いながらわかりやすく説明しておりますこれは国家試験対策の一つのガイドブックっていうかテキストなんですねこういうものも使っておりますたらその空気はどう行くかというと ここまで来たら、こっち来ますね。今度、肺の方に、軌道に。えー、空気が。そして、必ずこう、テキストを見ながら勉強できるようにですね、えー、どこのページを勉強しているのかを説明した上で、黄色くこうマ、マーカーでこう、印をつけてあげてですね、そこを私どもがちゃんとまた読み上げてあげるんですね。そうすることで、 えー、このテキストに書いてある大事なところはご本人たちも一緒にこう読んで理解できるというそういうやり方をしております通る道を軌道と言いますが肺へつながる専用の器官は食事や水などの通る消火器へつながる器官と途中はい。そのようにもう詳しく丁寧に説明してあげてですね 肺がんの末期によるその場合確認しながら行為になりますということですね答えをこうはい考えていくと、はい、そのような感じですねということでまあ答えは3番ですはいそしてですねポイントはそのように国家試験の勉強になるものを実務者研修の宿題で、えー、分かりやすくテキストと 国家試験対策のテキストも使いながら振り仮名付きの文章を読んで問題を解く練習もできるということなんです。それともう一つポイントがありましてですね、えー、まあ無資格の方はこれ全部勉強するのでそのまま国家試験で必要な知識が身につくんですね。で初輪者研修とかヘルパーに級気を持ってる方は 免除になっている科目があるんですけどもこれらも国家試験の時は必要な大事な科目になるんですねもうヘルパー2級で勉強してるからいいということで免除はされてるんですがこの辺も、えー、無資格の方と一緒に同じように全部勉強していただくようにしております例えば生活支援技術っていうのを国家試験では26問もある大事な問題なんですね で生活支援技術ここも誰でもが勉強できるようにしております例えば5番の問題いきますと先ほどと同じようにここのビデオのところに来まして問題5介護動作とこのように振りがなつきで同じように勉強して手で右の肘を持ちながら胸のところで組んでいただけますあとはテキストの会社が用意している DVD の 動画も一緒に見ながら勉強するような工夫もしておりますこれはまた別の試験対策用のテキストブックなんですねテキストなんですねこの辺も活用しておりますこのようにですね実務者研修の宿題を私たちと一緒に勉強することによって国家試験の試験の問題を解く練習になります日本語の勉強になりますあと 国家試験にに必要なな知識の勉強にもなりますというふうに非常にあの有効に活用できる仕組みが私どもの実務者研修の宿題サポートになっております。